加藤は戻して長い、まあ、そうですね。今森選手やめましたけどいい判断でしたね。行き過ぎてると自分のサイド使われてましたね今ね。あとこれちょっと見過ぎになってこう池上から森に入る、そのまま左足のシュートでしたが長いです。いや、いいんじゃないですかね、森の左足は長い。村松から福森、生駒がここでさあ荒垣が裏を取ってくる、さあチャンスになる荒垣、左足のシュート、北九州が先制。巧みなボール運びから最後決めていきました、北九州が先制です。荒垣の左足、一瞬のこう静寂の中から生まれたというような、中島さんいかがですかこのゴール。そうですね、まあ、入れ替わったんですよね、サイドの高橋選手が、ね、引いたところに安西選手が追加されて、荒垣選手がサイドに流れてきて、そこに対して高いラインの裏をねしっかりつきましたし、いいダイレクトで出たね、あの生駒選手のゴールも見事でしたし、まあ、最後もキーパーと駆け引きありましたよね、はいはい、ファーにちょっと体をひ、あっとこれはさあチャンスになってくるか、山口高い、すかさず追いついた。11試合試合がない、簡単には負けられない山口が高いのゴールで1対1。このバックパスですよね、ここが少しこのまま森選手行ったことで少しキーパーね長井選手にプレッシャーになりましたし、まあ、最後もよく譲りましたよね、前向きの高井選手、このユーリーがまず行って、はい、森選手行って、そして高井、はいね、はいはいはい、前線がね数的同数だったりね不利になってたりするので、はい、まあ、後半終盤にこういうようなねどうしても点取りに行くような時にこういう形になりやすいんですけれども、はいはい、まあ、この前半序盤から、おっとこれも高いだ、さあ高い高い高い、今日2点目、山口が2対1勝ち越し。このシーンいかがですか。まあ、ここもいい形で奪ってからですよね、高い選手が自分自ら奪って、このヒール効きましたよね、完全にユーリ選手が右が向いたので、はい、まあ、右にもね選手いたので村松選手はそっち釣られましたよね。ここでのヒールキックが効きましたし、高橋選手も落ち着いてスピードを上げることなくキーパーとの間合いを図りながら、中田からボール、これ入ってきて高橋佐藤もいるが、左足のシュート、国分の左足のシュートですが、これは山口ボールに変わっていく。高い、はい、そして高いから一本のパスで前を取るか、有利有利浮かせて3点目、有利思わず興奮のあまりユニフォームを脱ぎましたが3点目、それだけ山口にとっては大きな追加点です。ペナルティーエリアの中で競り合いをして、その後少し運び出して1対1をかいくぐって、ここの一発裏を狙って、まあ、村松選手ちょっと見失ってましたよね、処理もバウンドさせることででしたけれども、有利選手のこのスピードと迫力と最後のこの流し込むテクニックもね伴っていましたし、まあ、でもここまでは山口は集中してますね。さあ今度もディサロ、ヘニキのディフェンス、さあ今度は高井だ、スピードを上げる、持ち込んでいく、かわした高井、そして田中パウロ純一、折り返して有利4点目、有利、これは山口さらに勝利へ向かって大きな追加点4対1。もう流れで崩しましたね、このターンもね、はい、効きましたし、ここをねあえて仕掛けたことで相手ディフェンス分断しましたし、ここの最後のパス冷静さを切り返しから、ここもねシュートでも取れるようなパスも送りましたし、田中丸選手もねしっかり流し込んで、最後有利選手だけちょっと慌てたかもしれないですけどね、でも完全にね理想的な3枚の形で崩しきったね、素晴らしいゴールでしたね。アディショナルタイムは2分、
もう残り時間がほとんどない。そしてここで試合終のホイッスル。全く先が見えない長すぎるトンネク、ようやく脱出。レノファ山口 FC 12試合ぶりの勝利です。4対1。